わからん、さっぱりわからん。三浦谷があのわけのわからん同好会に入る理由がさっぱりわからん。あの第1回かわいこちゃん選手権優勝、クラス男子人気ぶっちぎりの三浦谷だぞ。なんで入部したかって？ごめん、どうしても気になって。そんなに昼寝に興味があったのかなーなんて。知りたい。誰かさんが鈍いからだよ。いやいやいや、待て、そんな短絡的な結論で勘違いして。後に大恥をかいた経験のあるモサは地球の男性人口の 80% にも及ぶはずだ。あて何やってんだ。結局俺は一家のあの同好会に入っていた。私、五郎君の同好会入ろうと思って今入部届出してきた。ただあの言葉を放っておけなかったんだ。五郎君のそう言ったんだ。あの子は召喚されたようです。さすがサトルのズマ法人、協力、次々に新たなものを召喚してくれる。あのな、うわっ、何なんだよこれは。床に何書いてんだよ。魔法人も知らないなんて、お前はもしかしてバカですか。魔法人は分かっている。なぜ床に細工したか聞いているんだ。授業中にも言ったはず、サバトを開催すると。そうです、生贄の用意も万全ですし。クックック、はあ、あのな、っていうか学校に猫を持ち込むな。この会は不可思境界線を見つけるために作られたもの、キメラは必要。マスター、早速この生贄と交換に、新たなものの召喚を。了解した。我、蛇王心眼の名において汝を召喚する。汝の名は闇よりの殺戮者。その血、その肉、その骨、すべては姿がなく。おお、ん？どんどん行くですよ。何そんな細工までしてんだ。マスター、今の角度です。もう一度行くです。はあ、いやー、マスターかっこいいです。
つ森もやる？やるです！たつ森もやるです！黄昏よりも暗きもの、血の流れより赤きもの。ふぉなんだこれって何やってんだよお前は。さすがマスター、分かってるです。当然くーにくいです。やらせないです。掃除しろ。召喚したものに使われてしまうとは屈辱です。さすがダークフレームマスター。ぐだぐだ話してないで早く片付けろよ。ほらクリン先輩に起きて。背が毛は苦いよ。何の夢を見ているんだ。こんにちは。三谷。ごめんね、入部したのに全然来られなくて。チア部が忙しくて。安心して、不可知境界線の探索は着々と進んでいる。不可知…何？気にしなくていいよ。あれ？何これ？なんでもないよ。わあ、これってもしかして魔法陣？やっぱり真面目に魔法の研究とかやるんだ。いや、シャレだよシャレ。我が結社の目的は不可視境界線の発見にある。そのためにこの蛇王神官、ニョロニョルハンマー、そしてダークフレームマスターの力を合わせ。ちょっと待って。だから言うなって言ってんだろ。何をひそひそ話をしているのですか、ダークフレームマスター。なぜ黙るのです、ダークフレームマスター。お前わざとだろ。何がです、ダークフレームマスター。ダークフレームマスター、開けろ。開けるです。気にしなくていいよ。開けろ。どうせすぐ慣れてくる。開けるです。あ、この結界もしかして平行世界とつながっている？ほらね。何？穂積クリンさん、一応部員で2年生なんだけど昼寝が趣味なんだ。そういえば、じゃあ五郎くんも昼寝目当てなの？いや、それはそういうわけじゃないんだけど。じゃあなんでこの部に？いや、それはそういう身びたにこそなんでなんだよ。なんでってもう五郎くんには言いにくいよ。なんか意味深なセリフなんですけど、これってやっぱり。今度は何だ？マリオリオン7色の写本です。消えたです。このロッカーに置いといたのに。マギノギオン、ああこの前持っていたファイルか。もしや平行世界のキャラクター。心配するな、俺の家にある。返すです、今すぐ返すです。わかったわかった、持ってきてやるよ。何をやってるんだお前は。あ、そろそろチア部の練習始まるから私行くね。あ、うん。ねえ五郎くん、ちょっといい？え？日曜？ね。忙しかったらいつでもいいんだけど。ねえ、ダメ？いや、
俺ん家何もないし、なんで急に？なんでって、二人で話したいなって思っただけ。いくらなんでも変だ。パラメーターをコツコツと上げたわけでも、特殊イベントが発生したわけでもないのに、こんなイベントが発生しているということは、通常バッドエンド。しかしこれは現実なんだ。話は聞かせてもらった。おお、いつからそこにいた？探索したが不可視境界線の情報は皆無。残念。出てきたの書物が一冊。ああ、人間世界に毒されたか。申し訳ありません。俺がいけないのかよ。いけない。ダークフレームマスターがこんなの見ちゃダメ。まあいいや。お前今度の日曜予定とかあんの？日曜？残念ながら情報漏洩の観点から。いいから答えろ。特に決まってない。やはりか。となると。ああ、いい景色。そうかな。いや、三浦の方こそ。何？仕方ない。ないか。いいものを見せてやる。いいもの？俺が中学の時に見つけた異世界に行く方法だ。ないいか。少し遠いが、これに従えばこの世とあっちの世界を結ぶ得意点に到達できる。はあ、どうだ、興味が湧かないか。得意点。午後4時に向こうの世界とこちらの世界の秒針が重なる。その時に駅から13番目の高圧鉄塔が指し示す場所に行けば。あと4時間、急ごう。うわー、ワクワクするです。とつもりは異世界でカレーが食べたいです。まさか闇ノートがこんなに活躍するとはな。始まる俺の青春。へえ、綺麗にしてるんだ。そうかな。五郎くんって兄弟いるんだっけ？うん、妹が2人。あ、でも今日はどっちも母親と出かけてて。じゃあ五郎くんだけなんだ。あ、うん、夜まで俺一人。ああ、そういう意味じゃなくて。意味って？あ、いやいや、お茶入れてくるよ。ああ、うん、お構いなく。間が持たねえ。中学の時みたいに勝手に一人で盛り上がってたな。死ね死ね、死んでくれ、あの頃の俺。なんだ、俺の部屋？何かあったの？
お茶入れてくるね。ああ、うん、お構いなく。何だったんだ、今のは。もう、どこにあるのよ。ちょっと、何やってんすか。一体どこに。ん、これはひょっとしてこの中に。ちょそれはダメだどこなの。え、何が。あのバカが持ってたマギノギオンよ。なんで。いいから。確かあった、結構重いんだよなこれ。何。私は記憶は失われていますが、500年にわたり生きてきたこの世界に現存する本物の魔術師、その私が記す精霊に導かれし物語。そう、我が名は森サマー。この世界には白い世界と黒い世界があることは皆さんもご存知かとは思いますが、待てよ、三ブタに進化、森サマー、ああ、変な文章ね。こんなの誰が書いたのかしら。何よ、こんなもの。ミルタニ、お前今から時空の扉を開く。 OK マスター。これはとっても危険な作業、心得ているです。では早速。笑っちゃうよね。ネットのロゴを消して消しまくったはずなのに、まさかプリントアウトして持っていたなんて。あ、いや、三浦谷がそんなの書いてたなんて意外。わざわざ同じ中国の人がいない高校を選んで、あの暗黒の全てを消し去って新たなスタートを切ったところだったのね。いい、誰かに喋ったら呪い殺すわよ。キャラ変わりすぎだろ。分かってる、言わないから。まったく、どれだけ手間取らせれば気が済むのよ、あの厨房。じゃあ今日話があるって言ったのは。話あるわけないでしょ。ですよね。じゃあ同好会に入ったのも。このファイルの存在を消すために決まってるでしょ。他にあんな同好会入る理由ある。ですよね。でもこれでやっと過去から解放されるわけだ。なんという熱です。摂氏2億5000度は突破しているです。とつもり耐えて、私の栄翔が終わるまで。お前らもう戻ってきたのか。残念ながら曇ってしまったため得意点は発見できなかった。せっかくここまで来たのでマギノギオンを引き取りに来たのです。ああさあ早く返すです。どこにあるですか。ここだ。な、残念だったわね。これで未来永劫、
記録は全て失われたわ。なんてことを。こんなことって。おい、大丈夫か。心配無用です。こんなこともあろうかときちんとコピーを取っておいたのですよ。え、その言葉は危険と判断され国家機関により消去されましたが、とつ森がその伝承者として。自分で消したのよ、耐えきれなくなってね。お前は何者です。森様よ。いい、あれを書いたのは私、あんたの質問に答えたのは1年前の私。さあ、書いた本人にあなたの紛の疑問を出しなさい。バカ言うなです。お前のような腐れ一般人が森様なわけないです。誰が腐れ一般人よ。おい、三浦に。なんて石頭なの。森様を名乗った罰です。本物なのよ。今後一切その名を口にするなです。そうすれば命だけは助けてやるです。とつ森は本気では。マスター、とつ森はトクサルです。チャチャチャンチャンチャチャンチャンチャン。あの厨房覚えてなさいよ。天と地に宿りす精霊たちよ、その祝福をもって我に力を与えたまえ。とつ森早苗に不幸が訪れますように。とつ森早苗に不幸が訪れますように。ああ、100回続けて言わなきゃ効果ないのよこれ。あ、いや、気にしないならいいんだけど、それ昔の自分に戻ってないか。私、無意識のうちに再び中二病。でも気持ちはわかるよ。実は俺も中二病だったから。え、ゲームとかアニメとか見るとさ、夢中になっちゃってさ、そのキャラになりきって俺には闇の力があるなんて思っちゃってさ、ダークフレームマスターってさ。そうだったんだ。サム、それより、あの子どこに住んでるの？多分、立夏だったら知ってると思う。呼んだ。うわあ、まだいたのかお前。行ったところで無駄。とつ森は、私の次に森様への忠誠を誓っている。おそらく、マギノギオンのコピーは無数に存在しているはず。嘘でしょ。本物の森様以外、心を開くことは。それでも手がないわけじゃない。いや、でも言いなさいよ。私の高校生活がかかってるのよ。あなたの力、試させてもらうわ。お前も懲りないやつですね。少しはやるようですね。
ハゼロリアル、はじけろシナプス、バリシメントピーチパー、行くわよ、シュート。目的を果たすまでですけどね。ん？そんな君には昼寝部の証、会員ナンバー5の枕をあげよう。いらないです。じゃーんじゃーんどんどんじゃーん。この厨房なんだ、偽森様ですか。森様言うな、ちっちゃいくせに偉そうに。今なんと言ったです。ちっちゃくないです。どう見てもちっちゃいでしょ。これから大きくなるんですよ。ははん、あんた気にしてんだ。マギの儀を差し出したら背が高くなる方法を教えてあげるわよ。くー、誰が腐れ偽盛り様なんかに。誰が偽盛り様なんかに。盛り様言うな。うるさいです。なんとかしろ。了解した。お前、それは